お疲れ様です。今日ですね、ミラー八千道7日目やっていきたいと思います。ということでね、ランバージャックくん使っていきたいと思います。ユーノでやってたんですけども、先ほどね、クランの方に、トレードしていただきました。ガンルルさん、ありがとうございます。ということで、ランバーをね、やっていこうかな。まあ、ランバーレイジ落とすから、そのレイジの、まあ、ディガーミラーとか、まあ、そういったところがね、強いんじゃねということで、初ですね。今まで一回もやったことない。遊びでもランバー試したことなかったので、まあ、ランバーミラー、どんな感じなのかね、やっていきましょう。で、このラット村っていうクランを、まあ、一応なんか僕の、なんか緩いクラン作ってるんですけど、人いないので、まあ、興味あれば申請してください。全然承認します。定型文以外だったらね、はい、ちゃんとなんか、ラズさん応援してますとか適当に書いておいてくれれば、あ、どうぞって感じで入れるので、まあ、20名ぐらい、まあ、25名、マックスまでか、早い者勝ちでやるので、まあ、ぜひね、まあ、興味ある方いましたら、これで埋まらなかったらちょっと寂しいんですけどね、はい、ぜひ、申請ください。ということで、なんかすごい、初戦から、当たりたくないデッキナンバーワンかナンバーツーぐらいのね、やつと当たりましたね。いや、めっちゃいいスケルトンの位置。あ、このレイジは俺のね、なんか分かりにくかったね。あー、で、このオーブンな。なるほどね。オーブンがすごい嫌なんですよ、このデッキ。こやこややないかい、もう。オーブンムートって。やばいね。なんか、最近見なかったよね、こやこやを。いや、めっちゃうまいやん、あんた。痛いって、その、下がってんのに打つやつ。ああ。なるほどね。そういうやつやん。あー、これプリンちょっと早かったな。あ、これやばい。待って、高めホバ来るし、ファイボも来るし。わー、結構渋みが深い。いや、待って、入ってる。ちょ、ガチやばい。ちょっと待ってよ。これ、こやこやに対してずっとこれ出すのダメなんですよ。マジで、めっちゃダメなんですよ、これって。待ってよ。本当にやばいな。頑張れ、コモリ。痛い、マジで。マジでやばい。なんかいつも俺、こやこやに縛られてね。こやこやにね、なんか俺の作るデッキ、基本弱いんですよ。いや、待てよ。ちょ、待てよ。ファイボでしょ？ファイボだけだから、言ったら。って考えたら、プリンセスの延命ゲーで世界を変えられる気がする。いや、これさ、コウモリ結構熱いよ。レイジコウモリ。ガチ。あー、ギョギョ。いや、熱い。いや、これがしたかっただけよ。いや、いい。マジ熱い。え？ランバー、さてはマジであるな。さて、プリン。で、矢もあったかな。あー、待って、めっちゃいい。相手のヒースピがガチでうまいんだけど。さっきから。一生受けてるわ。いやー、はしまいプリンはなー、ちょっと悩むね。ガチ悩むな。ファイボヤか。2体ともいかれるな、俺のプリンが。っていうね。渋いとこはあるが、まあ、共有できる。でもファイボヤ使うと、やばい、これ待ってよ。俺の、あれがきついんですよ、相手。うわー、マジで。めっちゃいいもん、さす。噛み合わん。ちょっと待って。ガチやばい。さあ、耐えよう。うん、勝つには耐えるしかない。壊す。耐える。え、耐えるしかない。オッケー。いや、耐えてはいる。うわ、待って。わあ、待って、ガチってやばい。本当に嫌なんだけど。ちょっと待ってくれよ。いやー。いや、これワンチャンでさ、仕掛ける。いや、マジである。天才か？いやー、きついって、そのオーブン。なんで、ハイスピー生まれてくんねん。お前、こっちだろ、絶対。
いやー、いやー、ランバーのレイジ意外と頑張ってる。マジ頑張って頑張って頑張って、マジで頑張って。俺さっきから、ちょ待って、ハシマオブそれせこい。マジ頑張って頑張って頑張ってる。ハシマプリ欲しい、ハシマプリ欲しい。トルネでもよかったけど、おー、今日曲頑張って、頑張りすぎじゃね俺。ちょっと待って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 、頑張りすぎだろ、熱っこれおっととか言ってびっくりしたやん、負けてることにね。えお前これはマジ熱い大盛りゴールドもらえたし、え、ちょっと今のすごない、これ今のやばいね。これ子役はヒースピめっちゃいい味出してたんだけどいや子役子や怖っ。いやでもこれランバーめっちゃ良かったな、びっくりするぐらい良かったよね。なんかメガナイト芝居てくれるしね、落ちたレイジスケとかレイジコウモリでさ頑張れてたよね。火力がないからさこのデッキ、そうランバーとかのこのレイジが熱いんだよね。あー、ラバルっぽい顔してるね、縦線メガゴは。あーマジ嫌な目、何し嫌な目入ってんのっていう、マジ嫌な目嫌なんだよね俺のデッキ。いやーメガゴ縦線の嫌な目か、まあラバホリだよねそりゃ。さあでディガまでいきます。スケドラとかがなんかこの辺ね。あーあー最悪だ最悪だ、これやばい、ガチやばい。いやガゴとかだったら許せる、メガゴも咲いてて。何が来る、お願いガゴで許してくれ。いやバルーンだったらなー、もう許容ゲーか。あ待って、痛い2発落としてる。お前うんこ、お前2発やばいって。プリン当たんなよその爆破。オッケー避けた。いやー今の2発痛いな。取るね、プリン2体目欲張ったかな。さあ嫌な雨、いや嫌な雨のラバルってなんでっていう、せめて嫌じゃないやろっていう。いやーちょっと高かった、延命できなかったか。いやーこれは縦の戦士もあるからあんま変なことはできないね。うん、さあプリン出す。でプリンを出しながらコウモリが欲しいな。うん、嫌な雨だったから。あーバッテリー 20% ごめんなさい、今の私です。いやこのコウモリ延命しながらの、よし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 、いやー渋こんなきついかっていうぐらいきついやん。縦の戦士を後ろに、いやマジ熱い、ガチ熱い。ええマジ俺本当に守れるかな。来る来るね、やめて、ちカード回す。トルネで耐えたい、耐えれるだろこれ、いらないだろ何も。オッケー、えマジすごい俺、え俺すごくない。あーなんか来るんだけど間に合わなかったな。よしあーめんどいなそれ、ここがめんどくさいんだよね。当たんないな、危ない。今2体行かれてたらさすがにびっくり。あーしよ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 し、ええやんええやんええやん、いいよプリンが溜まってくる。いやでもダメ、ちょっと追いつかれたな今ので。いやインドラーマジ邪魔だなあれ、いろいろ邪魔なんだよね。いやでもコウモリ相手めっちゃきついね。よしよしよし、いやーめっちゃきつい俺も。
さ、どっちかにしか対応できないよ。よしよし、さすがに大丈夫だ。いや、いた、待って、なんでダメージこんなにいかれてる。いや、2ランバ、新しい攻め、後ろにやって無理やり、え、入らんか、後ろで無理やり。いや、もう時間的に行くしかない、行くしかない。いや、しかもレイジ落ちるよこれ。いや、ちょ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 ね。思ったよりいいな、でもランバーのレイジ。スケコウモリ、ディガー、全部が暴れる。いや、マジでね、結構いい。今までユーノで基本をやってたんだけど、ユーノよりももしかしたらいいかもしんない。いやー、今回でも外れ引いたな、これ。高回転ウッドだ。さあ、まあ、ホグか、クロスか。こんなトルネで下げちゃうとね、いいんですからね。よいしょ。さあ、まあクロスなのかな、ここでホグ来ないってことは。なんでしょう、あなた。ウッドとかを使わない、ウッディを使わないっすね。ちょっと特殊な。やっぱり残れないか君。いや、クロスは無理です。しかもアチャクイの受けもやばいんですよ僕。まあ着衣クロスなので、いや、これ勝てないです。先に言っておきます。これはね、奇跡が起きても勝てないんですよ。うん、いや、本当の奇跡が起きればワンチャン。やばいね、もう。とりあえずこれが、まあ着衣じゃなかったら、まあマジでワンチャンあるですけど、アチャクイクロスはね、もうアチャクイがきついね。まあでも勝ち筋はタイミングかぶせる。うん、いやー、LSP ズルだな。終わりです。チュビマジで。ああ、まあ、もうね、見るもんじゃないっす、こんな。こんな無理っすもん。はい、まあ、これは樽だったら良かったんですね、このデッキ上ね。クロスを壊せてみたいな。いや、こうなるともうしょうがないんでね、このデッキは。まあ、あと LSP がね、僕のこのコウモリメタなんでね、これはもう無理ですよ。しかも相手、あれ、ウッドがないなんてことないよね。ウッド使ってなくない？ウォーウォー、あれ使った？ウッドないはさすがにないか。スケール SP トルネも出てないしね。うん、いやー、スケール SP だしみたいなね。さあ、俺は無理ですからね。はい、分かりきってましたから。皆さん、宝くじ買って1枚買って、ね、1億円当たんないの分かってるでしょ。そんな、まあ、当たるかもとは思うけどね、ほぼ当たんないやろと思ってるでしょ。そんなもんす。勝てるかもとは思うけど、ほぼ勝てねえやろって、そういうことっす。はい、無理です。しかも早終わりっす。これはもう0100というか、もう0 2万2億。さあ、なんかやばいのと当たったな。女子大生のクラン来てえな、俺も。さあ、D が飛ばしていこう。アウティー、まあ枯渇ワンチャンのバルーンぐらいか。アウピー枯渇。いや、プリンタッカ、こんなんキャでいかれるよね。だよね。あー、待って、やばい、あれ、一旦集中。アウプリか、
まあ、青プリか。危ない。さあ、まあ、コウモリで抑えながら、痛い。まあ、青プリか。まあ、プリンスかな？俺が嫌なのは。どうだろうな。普通の形と違ってね。プリンスとかがいるし、俺の受けが意外と優秀だからっていう。ちょっとむずいとこではある。まあ、さすがにこれはしばく。で、吹き矢が、ここに来い。あー。はしまいランバーやりすぎだな。さあ、金起動して、いや、金起動しちまえば、結構有利だからな。いや、これギャングと見せかけての吹き矢で来た時だるいもんな。あー、そうっすよね。さあ、アウプリ。まあ、序盤こうなるのは、ある程度しょうがないことで、まあ、ギャングか。縦すりましかな。プリンスいて、アウトロいて、陸系が豊富でしょ。でも、サイクルが俺の方がちょっといいからね。あとはもう攻めですね。ゴリゴリ行こう。さあ、ウッド使ったから、これはケツプリン行こう。さあ、ウッド使う。延命。いや、このコウモリ下手か。これでも範囲で。え、行かれないの？なんで？なんで？ちょっと待って。当たってる。痛い。待って、やばい。下手。え、やばい。あ、待って、ガチやばい。渋すぎる。これロケタイミングだな。ガチ渋すぎ。ギャング強い。いや、でもこれ全然いける、ぶっちゃけね。なんで。いや、マジで強すぎる、あの子。いや、タイミングが噛み合わん。痛い。うわ、痛い。マジロケットくる。一発逆転はコウモリか、これ。ああ、こんな顧問に負けちゃあかん。なんかパッとしないね。なんか攻めも中途半端で防衛も微妙になっちゃうと一番良くないですね。さあ、来た。なのでここはゴリります。よいしょ。やっぱめっちゃ攻めるし、めっちゃ守るし、なんか綺麗に噛み合わないとしばかれますね。中途半端が一番良くないと。でも、しかしもうきつい。いやー、これゴーレムを内側に寄せてもなーみたいなとこあるよなまあ、これはしょうがないですね。いやー、もう一個出したいけどな、プリン。まあまあ、これは一時交換悪くない交換かな。やっぽい。しょうがないですからね、このダメージは。さあ、デディガーで一旦削っとくぞ。さあ、これやっぽいぽいですってな。お主ナンシーぽいなのって感じっすね、僕からしたら。いやー、これやばいなこれやばいね。せめてぽいじゃなかったらなみたいな。まあまあまあ、槍ゴブリンがいてちょっと高回転。やばい、呪文いっぱいあるやん君。え、しかも変面できん。やばい。何これ。なんで。
ゴール出さずに負けそう。やっぽいタル、やりゴブリン好き。いや待てよ、冷静になれ。いや相手めっちゃ冷静だね、立ち回りえぐくね。これで真ん中ゴールする人やんね。こんな冷静な立ち回りするやつトロ8000体でもらん。この人だったらバカうまいな。やだ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 、きついって、それはきついって。ずっとそれで負けるやん俺、ズルだって。ちょっと待って、ポイズン削り、そう甘えてんなのか。うん、なんだこの試合、俺が攻めればいいんやね。俺が流れを作ればいいんだね、自分から。ちょっとむずいな。いや走る走る、あった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 、来た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 。コストリ削りから始まりプリン、削っていく削っていく。読みアラム来い、いやー来ないか。いやー来た、熱い。いや結局ランバーゲー、結局ランバー、熱々8枚プリン。いや危ないからこれ、危ないけど削らして。苦しい苦しい、ゴーレム来たら終わる。削るしかない。お前らどけ、道を開けるんだリガード。オッケーオッケーオッケー、危なすぎる。いやーきつ。いやーこの辺から苦しくなってくるんかな、トラ上がんないかなこれ、やばいなマジで怖いね、ギリギリすぎる。いやー上がんなくなってきたな、6263。まあガチでクロス以外をちゃんと勝てばいいだけっすね。ね。だからクロス以外にもっと上手くならないといけないな、俺が。このデッキ。もう一段階ね、成長しなきゃね、8000いけないね。いや、ここのランバー絶対正解であって、なぜならこのね、ラバのサイドに1体出るから、これで削れるでしょ。うん。さあ。いやここまでは何も悪くないんですよ。悪くないんじゃなくて、いいプレーをしなきゃいけないっていう。これギリギリでいかなきゃあれだよな、キングが折れちゃうっすよ。よし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 、ダメージ抑える。いやータワー攻撃してね。いや、これは、許容で、8枚プリンでダメージ稼いでもいい気がする。相手もそんな軽いコストねえだろ。デリドラか？あー、インドか。インドは、お散歩して、なんだろうな。フリーズ？いや、いい。熱い熱い熱い。いや、このビビなー、悩むなー。抑えといてもいい気がする。いやー、コウモリまで行くかは、悩むな。悩むけど、一回ステイの、次ベビーがいないので、コウモリと、行くと真ん中にギャングが来る。いやー、一回行っちゃおうか。めっちゃいい。え？早めに溶かしたい。低めで回す。プリン、プリン。いや、めっちゃ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 いい。で、防衛ディガーを積極的にやっていく。いやー、あんまやりすぎるな。攻めてほしいよ、今。これランプ走らせて、
いやさすがに相手なんかビビってんだ、さっきのに。いやめっちゃめっちゃめっちゃいまして、こんな延命するでしょ100ゼロで。サプリン出す、まあ、そこはしょうがない。さあディガーで削る、このディガー対応しないといけないでしょ、対応しなきゃ終わりですもん、ね、これ硬いのしかいない。溶かせ溶かせ溶かせ、ダメ、耐えれる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 、 OK。 おーい、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、今のはまあ良かったね、今のは良かった。まあでもラバリーはねちょっと比較的勝っていきたいんでね、まあまあナイス勝利と。さあということで、まあランバーは意外と良かったね、悪くはなかったけど小屋とかがすごいしんどかったり、まあこのデッキ自体しんどいんでまあしょうがないかと思いつつ、ちょっとまたねなんか発見がありそうだわこれ。今までやったことない、例えばこれをね、リボーとかにしたりすると、もっと強くなったりとか、まあ可能性としてはあるので、ちょっといろいろ試しながらね、発生目指したいと思います。よければチャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。